みなさん、こんにちは。私の名前はアシリーです。1ヶ月間日本語を勉強しています。アニメと漫画が好きで、日本に行きますから、日本語を勉強したいです。文法と言葉と漢字を、勉強しています。この本が好きです。たくさん言葉がありますから、日本人と一緒に4回日本語を話しています。一緒に3回日本語のクラスに行きます。この漫画が、この漫画を、読みたいです。でも、とても難しいですよ。今日は日本語のクラスに行って食べ物を買いました。今晩は日本語を勉強したいですよ。さようなら。